香港上海銀行香港本店ビルハイテック建築は1970年代に出現した建築様式でありハイテクによって生み出された製品技術を建築物に遺装として取り込むものであるハイテク建築は科学技術が急激に発展していく中でモダニズムの理念をさらに推し進めていった結果到達する最終地点に生まれたものであるモダニズムの終焉と ポストモダニズムの誕生との間に位置づけるべきものであるがその始まり及び終わりにはっきりとした線引きを求めるのは不可能であり1980年代には他のポストモダン建築との区別はより困難となったハイテク建築から生まれた多くのテーマやアイディアはポストモダンという建築言語の中に吸収されていったハイテク建築はヨーロッパ及び北アメリカにおいて 主に建設された。第二次世界大戦の戦火の中、ヨーロッパの歴史的建築物が数多く失われた。その回復過程において、歴史的な要素をもするべきか、あるいは新しい、現代的な材料及び美学にその範を求めるべきか、建築家たちは決断を迫られた。1970年代において、科学的、技術的発展は、社会に、 大きな衝撃を与えていた。1969年、ニール・アームストロングの月面着陸により、宇宙開発競争は最高潮に達し、同時に軍事技術も過度の発達を遂げていた。人々はこうした発展の延長線上に、その後の未来を想像した。ランプ、ビデオスクリーン、ヘッドフォン、そして剥き出しの枠組み足場といった。 ハイテク工業製品が一般の人々の身の回りにあふれてくるようになってきていた。デザインジャーナリストであるジョアイクロン、スザンヌ・シュレシンの著書であり、クラークソン・エーヌ・ポッターが1978年ニューヨークで出版したハイテック・ザ・インダストリアル・スタイルソースブック・フォーザ・ホームがその名の由来である。この本は 数百点の写真を使い、デザイナー、建築家、そして居住者が、カタログから選択して、居住空間に置くような古典的な工業製品、書棚やビーカー、金属製のデッキプレート、レストランの備品、工場、空港の滑走路の照明、絨毯といったものに対し、どのようなアプローチを行っているかを描いている。この本の序文を置いて、建築家であり、 ニューヨーク近代美術館の元学芸員でもあるエミリオ・アンバースはこの傾向の歴史的な文脈における位置づけを行っている。この本が出版され人気を博するにつれその装飾様式はハイテクとして知られるようになりその言葉の意味するところは未だ曖昧なまま日常言語に加速度的に流入することになった。1979年ハイテクという言葉は 雑誌ザ・ニューヨーカーの風刺漫画に初めて登場する。ハイテックには程遠い夫に対して妻がガミガミと本当にあなたってミドルテックよねというものだ。雑誌エスクアイアが6回の連載で取り上げるとメイシーズニューヨーク店をはじめ全米の主だった小売店が窓枠や家具売り場の装飾にハイテクを用い始めたのである。しかし最大の功績は ニューヨークシ歴新ン,ン通り64番街2977年をオープンし、どこよりも早くこれらの品々を売り出した、家庭用品店、アドホックハウスウェアのものであろう。この本は、イギリス、フランス、そして日本でも出版されたが、それらは、アメリカ版と同様に、その国、その土地に合わせた品物、情報が加えられている。ハイテク建築の源には、 多かれ少なかれ、モダニズム建築に対する厳滅がある。ルコルビュジエが理想とした都市開発計画が実現していくに従い、都市はモノトーンで、画一的なビルで埋まっていくことになった。経済性を追求するあまり、その仕上げの質は低く、目新しさを失っていった。ハイテク建築は、標準的なモダニズム建築に対し、新たな美的価値観を作り出そうとしたのである。 先日のハイテック、ザインダストリアルスタイルソースブックフォーザホームで、著者はハイテクの美学を論ずるキーワに、親の悪口を言っているのがバレるようなものだという、例えを使っているが、このユーモアは、その反抗的態度を適切に表現していると言える。クロンとシュレインはさらに、ハイテクという言葉は、建築の範囲においては、ボルトマイナスナットや配管がむき出しになった。 テクノロジカルな外観を持つ住宅や公共建築が増えていることを指して使われていると説明している。リチャード・ロジャースのポンピデューセンターが最良の例であろう。この作品はハイテク建築の目的の一つを浮き彫りにしており、テクニカルな要素を建物の外部に誇らしげに突き出している。科学技術的な外観が建築の美を作り出しているのである。 内装のデザインにおいては、化学実験に使うビーカーを花瓶にしたりするなど、昔から、ある工業製品、電化製品を家庭用品として使用するという傾向がある。これには、工業製品の持つ日を利用しようという目的がある。このような傾向は、もともとは、工業、製造の場であった空間を、居住空間にコンバージョンしてしまおうという考えにも、つながっていく。 ハイテク建築にはすべてのものに工業製品的な外観を与えようという目的があるのである。一方でハイテク建築には科学技術の力が世界をより良い方向へと導くのだという信念を新たにしようという目的がある。これは1960年代高度成長期における丹下建造らの建築計画に顕著な傾向であるが、 技術的に宣伝されたこれらの計画は、ほとんどが実現に至ることはなかった。ハイテク建築は、テクノロジーの発達によって形作られた新しい、新年に拍車をかけられる形で、工業、産業の新しい美へ到達することを目標としていたのである。ローズクリケットグラウンドのメディアセンターミュンヘン、オリンピア・スタディオンハイテク建築の特徴は多岐にわたるが、すべては、 科学技術的な要素の強調という点に寄することができる。例えば、建築物の技術的、機能的な要素を目立つ形で見せること、規則正しい配列、プレハブ部材の使用などが挙げられる。ガラスの壁と鋼鉄のフレームというのも非常によく見られるものである。技術的な特徴は誇らしげに外部に表出され、それは時に構造体に及ぶ。その最も顕著な例が、 戦術のポンピドゥセンターであり、通常、建物内部に隠蔽される空調ダクトが外部から見える過激な設計となっている。建物内部へのアクセス手段も、また外部から見える形となっており、エスカレーターの入った太いチューブが観覧客を内部へと誘う形状になっている。ハイテク建築の様式を取り入れ、なおかつ機能的な要素を失わないよう、設計するための秩序的、 論理的方法は、ノーマン・フォスターの香港・上海銀行、香港本店ビルに見ることができる。テクノロジーが突出して建物の特徴として現れているにもかかわらず、そのデザインは徹底的に機能的なものに根ざしている。内部に設けられた広いオープンスペースは、各階へのアクセスを容易にし、銀行としての機能を最大限に引き出すものである。また、建物の 各要素は素晴らしく秩序立てて構成されており、これも銀行としての必要条件を論理的に満足させている。これは各階の平面構成やエスカレーターにも同様に見られるものである。ハイテク建築ではガラスのカーテンウォールと鉄骨構造が一貫して使われている。これはモダニズム建築の大きな負債とも言うべきものであり、 特にミース・ファンデル・ローへの影響を強く受けている。ソンの設計によるシアーズ・タワーはガラスのカーテンウォールと鋼管柱によって527.3メートルという高さが可能となった。ハイテク建築の多くは大胆な造形を意図したものである。この恒例がギュンター・ベイニッシュとフライオットによるミュンヘン・オリンピア・シュタディオンである。この構造物は もともと使われなくなった飛行場であったが、現在はスポーツをはじめ、様々な目的で使用される空間となっている。ハイテク建築において、県和になっている構造部材や配管は、単に通常の建築物において、これらを覆い隠している部材を剥ぎ取って露出しているというものではない。露出した鉄骨には、錆も発生すれば、火災の際にも所要の強度を保つために、 耐火被服も必要である。ダクトや配管といった設備部材も外部に表出させるには断熱や防錆に内部とは異なる仕様を求めなければならない。また、これらはヒートブリッジ発生の元となることは確実であり、対策が必要となる。例えば、ノーマン・フォスターが日本で手掛けた作品である東京都文京区のセンチュリータワーは、 先日の香港上海銀行ビルと同様、構造体をファサードに表出させているが、その美しい表面はパネルで覆われたものである。つまり、ハイテク建築に用いられるこれらの建築言語は、機能主義から逸脱し、一つの装飾となっているのである。また、近代建築において、鉄骨と並び立つ構造材料であるコンクリートの仕上げである、打ち放しコンクリートも、 構造体というテクノロジーの意図的な露出という点でハイテク建築と同じ地平に立つものであるが通常打ち放しコンクリートの建築を指してハイテク建築とは呼ばないこの点を見てもハイテク建築が理論概念に根ざすものではなく様式としての性質を色濃くしていることがわかる装飾と様式というモダニズム建築が否定してきた二つの要素を確実に 持ち合わせるハイテク建築は、すでにモダニズムの領域から踏み出し、ポストモダンの領域に入り込んでいると見られる。ありがとうございます。